You're listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんにちは。渋谷映画スクランブルの時間です。今日も生放送でここ渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしています。今日も宮崎武さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。宮崎武です。よろしくお願いします。はい、私はこの番組を進行していきます、金井ひろみです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日東京なんか曇り空。そうですね、昨日雨でね、梅雨に入ったんですかね。なんかちょっと、ね、ちょっとパラパラ降ってるのかな、雨ね。梅雨空ですけれども、映画見たくなるシーズンですよ、意外と。そうですね、まあ、こういう日こそね、映画館こもって映画見るのも良かったりしますよね。なので今日もちょっと映画3本ですね、紹介していきたいと思います。いや、前回僕一人だったので、今日こうやってそうでした、お任せしちゃったんだ。話せる相手がいることがすごい助かってますね。なんかそうでしたね、改めてこう、はい、話す、こう二人でやるっていうことのありがたみをすごい感じますね。噛み締めながら、はい、今日はそうでした、前回お任せしちゃいました。いえいえ、お一人でね、あのおかげさまで、ね、あの前回出演した際に告知した新宿東口映画祭、無事終わりまして、お疲れ様でした。あの前回の放送の時にも言ったんですけど、あの今回初めてこう自分が登壇するイベントに家族が、母親と姉と甥っ子が見に来てくれ、長野から来てくれて、素敵、なんかやっぱりこうなんですか、まあそういうイベントを登壇する時ってやっぱりいつも緊張するんですけど、なんかいつもと違う緊張をしてしまいまして。緊張しました。で、まあ、さっき金井さんが楽屋でも話したんですけど、まあ、その家族の分のチケットも僕が予約してたんで、こうどこの席に座ってるかとかも把握してたし、で、まあ、その日家族以外にも僕の知り合い5人ぐらい来てて、でその人たちもこう登壇した瞬間全員もう視界に入ってしまって、冒頭で噛みましたね。なるほど。まあ、けどあの沖田秀一監督と、はい、あの南極料理人の上映でご一緒のトークイベントだったんですけど、はい、まあ、沖田監督とは以前お仕事ご一緒したことありましたし、はい、楽屋でもいろいろお話盛り上がってたので、まあ、沖田監督とおしゃべりすること自体は、まあ、緊張はしつつも楽しくお話できたんですけど、やっぱその家族っていうイレギュラーが大きかったのと、あと意外だったのが、その甥っ子が小4なんですね。でその日結構なんかディズニーランドとかいろいろ回ってきた後に来たらしくて、そうなんですね、姉曰くもう寝るんじゃないかなって思ってたらしいんですけど、南極料理人をこう終始ゲラゲラ笑いながら楽しんでたって言ってて、あ、いいですね。だからあの作品は小4でも楽しめるんだっていうのと、まあ、やっぱりあれをこう31ぐらいで撮ってる沖田さん、やっぱすごいなっていうのを改めて知るイベントになりましたね。お疲れ様でした。そうです、ちょっといい経験になりましたね、でも映画祭ね、毎年こう続いてね、やって、宮崎さんも毎年 ね呼ばれて3回目でありがたい限りですね。また来年も楽しみですね。そうですね、呼んでもらえるよう頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。この放送はパソコンやスマートフォンからご視聴いただけます。音声でお楽しみの方、渋谷界隈の方は 88.5MHz、 88.5MHz でもぜひお楽しみください。番組への感想やメッセージもお待ちしております。宮崎さんの質問も受け付けております。アドレスは info@shibuyacrossfm.jp、 info@shibuyacrossfm.jp、 こちらまでぜひお寄せください。はい、では曲いきたいと思います。ザ・マルチーズでヒロイン。
曲は、ザ・マルチーズでヒロインでした。はい、宮崎さん、はい、今日まず何をご紹介いただけるんでしょうか。はい、本日3本紹介していくんですが、うん、はい、まずはこちらの作品になります。現在公開中、ジェームズ・ホーズ監督作ワンライフ、奇跡がつないだ6000の命。こちらちょうど先週金曜日から、はい、公開始まった、うん、アンソニー・ホプキンス主演の作品なんですが、ナチスの手から、669人もの子供たちの命を救ったニコラス・ウィントンの反省を、うん、アンソニー・ホプキンス主演で描いた実話ベースの作品になっております。はい、早速あらすじからご紹介させていただきます。はい、時は1938年、第二次世界大戦直前、ナチスから逃れてきた大勢のユダヤ人難民がプラハで住居も十分な食料もない悲惨な生活を送っているのを見たニコラス・ウィントンは、子供たちをイギリスに避難させようと同志たちと里親探しと資金集めに奔走する。ナチスの侵攻が迫る中、ニコラスたちは次々と子供たちを列車に乗せる。だがついに開戦の日が訪れた。それから50年、ニコラスは救出できなかった子供たちのことが忘れられず、自分を責め続けていた。そんな彼に BBC からテレビ番組ザッツライフの収録に参加してほしいと連絡が入る。そこでニコラスを待っていたのは、胸を締め付ける再会と思いもよらない未来だったといった、あらすじになっておりまして、まあ、実話であるため、今読み上げたあらすじがもうストーリー展開そのままなので、はい、まあ、もうネタバレもクソもないんですけど、うん、まあ、物語としてはそのおじいちゃんになった、うん、まあ、現在の、ニコラス・ウィントンと、はい、その第二次世界大戦の時期に、うん、こう子供たちを救おうと奮闘していた、うん、若かりし頃のニコラス・ウィントンのこの2つの時代を並行して描いていく物語なんですね。な、はい、でなのでその注目すべきはその現在のニコラス・ウィントンがどういった思いを抱えて、でテレビ番組に呼ばれたことでどう変化していくかっていうのと、その過去のニコラス・ウィントンがこう多くのこう、はい、まあ、戦時中なので多くの危険が伴う中、こうどんな思い、どんなやり方で子供たちを助けていたのか、こうそれらの描き方がこうこの作品の要というか魅力と呼べるような部分になってくるんですけど、こう僕的にこの作品すごい良かったなというか、なんか気づきを得られたなと思っていて、なんかそのさっきのもう本当にあらすじでもう全部ストーリーというか本当に言ってるようなものなんですけど、まあ、その客観的にこのニコラス・ウィントンさんを捉えたら、うん、もう600何人ものこの子供たちの命を救ったもう素晴らしい人というか、うん、まあ、偉人というかですけど、はい、当の本人は600何人は確かに救ってるんですけど、うん、こう最後の最後で250人の子供たちを救えなかったんですよ、ナチスの妨害が入ってしまって、はいはい、でそのことをずっと悔いていて、こう後年になってこうおじいちゃんになってもずっとこう心にしこりを抱えたままこう生きていたんですね。だからなんかこう彼とこう自分を比較するべきことでもないんですけど、なんかこう僕たちがこう日々生きていく中でこう素晴らしいこととか、なんか何かを成し遂げたこうすごいこととかあったとしても、何かしらなんかこうネガティブなこととか、なんか嫌なことがあった時になんかそっちにすごい引き寄せられてしまうというか、どれだけすごいことしててもいいことあってもほんの些細なことでそのネガティブな方に心が引き寄せられてしまう。だからなんかその本当彼と比べるのはおこがましい話なんですけど、600何人もの子供たちをユダヤの子供たちをナチスから救った偉業を成し遂げた人でも、そういうまあ250人救えなかったっていうことがこうずっと心にこうしこりになって、こう50年以上もの間ずっと苦しみ続けてしまうっていう、なんか そういうなんていうんですかね、これだけの人でもそうなってしまうんだなっていうのが一個なんかこう参考っていうのもちょっと違うんですけど、
なんかそういうことにもなり得るこう人生なんだなっていうのと、まあその現代のパートで彼がこのテレビ番組に呼ばれて、だこれ別にネタバレじゃなくてもあらすじに書いてあるから全然言うんですけど、当時助けた子供たちが大人になってその番組で会いに来てくれて、そこでようやくこう彼の心が救われるんですけど、だからなんかそれを見てすごいなんか教訓になったというか、そういうなんかこうネガティブなことに心がとらわれてしまった時こそ、なんか自分が過去に成し遂げたことだったり素晴らしいこう出会いだったり、こういろんな出来事をなんかそれを思い出したり、なんか見つめ直すことの大切さというか、こうニコラスさんはその番組でその自分の助けた子どもたちが大人になった状態でまた会いに来てくれたことでようやく心が晴れたんですけど、なんかその姿を見てやっぱり僕たちもこうついついこうそういうネガティブなことにこう心がとらわれてしまいがちですけど、そういう時こそこう過去を思い出して、こう自分の大切な良かった思い出とかをこう振り返ることで、なんかそれを見つめ直すことでなんかこうネガティブなことを払拭できたり、なんかこう前に進むためのきっかけを得られるのかなっていうのを、このニコラスさんのこの半生を描いたこのワンライフを見ててすごいなんか気づかされて、僕はだからなんですかね、シンプルにこういう人がいたんだっていう歴史を知るこの面白さというか有益さもこの作品にはありますし、それだけじゃなくてね、そうですね、アンソニー・ホプキンスの名演も見られますし、そういうまあ、戦時中のパートもあるので、その戦争の愚かしさとかだったり、そのナチスドイツ の, このユダヤ人に対するこの虐殺とか、そういう歴史を知るってい う, こう良さもありますし、まあ先ほど話したよう な, こうなんか人生の指針となるようなこう良さもこう示してくれる、あの重厚な作品になっておりますので、あのまあ多分これから夏になっていくにあたって、そういうナチス系、ナチスドイツ絡みのこう当時の第二次大戦絡みの映画また公開増えていくと思うんですけど、まあその一発目としてこのワンライフ、あの現在公開中なのでぜひご覧いただければと思います。はい、ワンライフ奇跡がつないだ6000の命、渋谷文化村のルシネマ宮下坂で、公開しております。ぜひ皆さん、お近くの劇場チェックしてみてください。ありがとうございます。はい、では曲1曲挟んでまた後半も映画を紹介してまいります。では曲は、Xストーンでウォーター。
はエッグストーンでウォーターでした。はい、宮崎さん続いて何ご紹介していただけますでしょうか。はい、続きましてはこちらになります、はい、ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー、はい、ルックバックになっちゃってますね、これ次紹介するやつなので、はい、こちらですね、こちらも現在公開中の、作品になりまして、第96回アカデミー賞で5部門にノミネートされて、うん、見事助演女優賞を受賞して、はい、しかも第81回ゴールデングローブ賞では主演男優賞と、こちらも助演女優賞を獲得した、アレクサンダー・ペイン監督の最新作となっております。で、出演している、ポール・ジアマッティは過去にアレクサンダー・ペインの監督作サイドウェイでも主演を務めており、今回再タッグということで、はい、あらすじこちらもご紹介してまいります。お願いします。1970年ボストン近郊、名門バートン校の生徒たちは誰もが家族の待つ家に帰り、クリスマスと新年を過ごす。しかし、とどまらざるを得ない者たちもいた。生真面目で融通が利かず、生徒からも教師仲間からも嫌われている古代史の教師ハナム。勉強はできるが反抗的で家族に難ありの生徒アンガス。ベトナム戦争で一人息子カーティスを失ったばかりの料理長メアリー。雪に閉ざされた学校で反発し合いながらも孤独な彼らの魂は寄り添い合っていく。といったこのポスターに出ている3人が主要人物となる、物語になっております。で、この主要人物3人で、このキャスティングがすごい絶妙といいますか、まあ、先ほど言ったポール・ジアマッティがもともと素晴らしい俳優なんですけど、今回この作品の脚本段階からもうポール・ジアマッティを想定して書かれているのも相まって、もうなおのことやっぱり今回あのゴールデングローブ賞で主演男優賞を取っているのも、もうまさしくなんですけど、彼の演技が素晴らしいのはまあもちろんなんですが、この左側に映っている生徒役を演じているドミニク・セッサー、はい、彼はこの映画の撮影が行われた学校の生徒で、もともと演劇を、はい、舞台をやっている、うん、あの青年なんですけれど、はい、まあ、今回この作品のオーディションがあって、800人の応募者の中から選ばれた、2002年生まれのもう新人俳優、素晴らしい、で今回映画初出演、あ、舞台は経験あるんですけど、うん、映画初出演にもかかわらず、ね、こうカメラとかももう全くこう何でしょう、こう、うん、ヘマをすることなくもう適応していく、はい、こう見事な演技を見せてくれているので、そんな新人の彼のこう演技も注目していただきたいですし、アカデミー賞とゴールデングローブ賞、はい、どちらでも助演女優賞を受賞している、ダバイン・ジョイ・ランドルフ、まあ、僕彼女と同い年だったから余計にびっくりだったんですけど、そうなんですね、まあ、その彼女のこう、まあ、ベトナム戦争で息子を亡くした料理長のお母さんのこう役なんですけど、その彼女のこう気丈に振る舞いながらもこう根底にはこう悲しみがあるその演技、だこの三者三様のこの見事な演技がすごい見どころとなっている作品でして、まあ完全のその作品の中身なんですけど、まあその先ほどあらすじにもあったんですけど、まあその他者に歩み寄ることができないこう偏屈な教師で、まあ家族に放置されてちょっとこう偏屈になってしまってる生徒で、まあ息子を亡くしたばかりの料理長で、まあそれぞれにこう異なるこう痛みや悲しみをこう抱える3人がこう2週間のクリスマス休暇を学校の寄宿舎で、こう他の生徒たちはみんな帰っちゃってるんですけど、残った3人だけで一緒に過ごしていって、こう徐々にこう心を通い合わせていくその様、過程というか、そこの描き方がもうとにかく魅力的な作品になっていまして、でこうやっぱりこう誰だってなんかこう心に何かしらのこう、まあさっきの映画じゃないですけど、なんかこうしこりというか悲しみだったりこう痛みを、まあ皆さん何かしら背負っていると思うんですよ、まあ若い子はこれからかもしれないですけど、でそういう思いってこうやっぱり誰かで構わずは話せないじゃないですか、はい、打ち明けられないじゃないですか、そうですね、で
仮にこう開示されたとしても、うん、みんながみんな受け止めきれるとは限らないし、だからこそこう迂闊に誰かで構わずはこう打ち明けられないというか、だからやっぱりなんか そういう思いがまずみんな大前提として分かるからこそ、この作品すごい多分胸打たれると思うんですけど、こうその描き方が本当に絶妙で、こう同じ場所にただ取り残された3人だから打ち取っていくっていうわけではなくて、こうやっぱりそれぞれちょっとこのジャーマッティさん演じる教師も変な人なので、すごいトゲトゲしくて生徒たちにこうちょっとトゲのある言い方したり、でそういうなんかこうなんですかね、初めは衝突したりとかしながらこう関わっていく中で徐々に相手を理解したり、相手も自分と同じようにそういった痛みを抱えているのかもっていうのが少しずつこう互いにこう三者三様で分かってきたり、でその上で歩み寄ったりで、けどまた衝突してしまったり、でその上でまたこう考え抜いて歩み寄ったりっていう、その一つ一つのこのステップというか過程の描き方が本当にこう胸を打つというか、アレクサンダー・ペインも過去作見てる方ならわかると思うんですけど、やっぱりアレクサンダー・ペインの良さが光るというか、そこの人間描写の、だから何ですかね、本当にこの作品見ていてすごい胸が痛む部分もあるんですけど、彼らがそれぞれ抱えている傷とかが開示されていく中で、けどそれをこう互いに分かち合って、で3人とも別に血のつながりはないんですけど、こう徐々になんか疑似家族かのように、その冬休みの期間こう3人でこう衝突しながらもこう理解し合っていく様が本当にこう見ながら心がこう浄化されるといいますか。本当ですか。だから本当にあのなんか優しい気持ちに包まれるような作品が見たいなっていう人にはこのホールドオーバーズおすすめですし、あの もし近所の映画館でやってないって人には、こう過去のアレクサンダー・ペインの監督作品見ていただいてもいいですし、何かおすすめありますか。そうです、まあ、有名どころで言うとサイドウェイとか、サイドウェイが一番、あとファミリーツリーとかが有名なんですけど、あの唯一あんまり賞を取ってないダウンサイズっていう作品、僕すごい好きなんですけど、マット・デーモンが主演なんですけど、それあんまり評価はよろしくないんですけど、僕はダウンサイズ結構好きで、こう人間がちっちゃい本当にダウンサイズして、なんか環境とかを考えてこう食料とかもちっちゃくなればこうたくさんあるじゃないですか。なんかそういうダウンサイズ、まあダウンサイズちょっと評価あれなんで気になったら見てほしいんですけど、まあけどファミリーツリーとかサイドウェイとかも見て、まあもし先そっちサブスクとかで見ていいなって思えたら、ぜひこのホールドオーバーズも劇場にあの足を運んでもらえればなと思いますし、サイドウェイ、ファミリーツリー、ホールドオーバーズ楽しめたら、ぜひあのダウンサイズも試しにご覧いただければと。見てみます、はい、チェックしてみます。ありがとうございます。こちらの作品、あの先ほどのワンライフと同じ、ここ渋谷ですと、文化村ルシネマ渋谷宮下で、どちらも今やっています。あの今日ルシネマの前撮ってきたんですけど、外の看板両方ともあのあなってました、この2作品が並んでましたね。おお、楽しみです。もう現在公開中ということですね。アレクサンダー・ペイン監督のホールドオーバー、置いてけぼりのホリデーということで、渋谷は文化村ルシネマ宮下坂で上映されています。他の劇場も皆さんぜひチェックしてみてください。そしてね、あの宮崎さんおすすめしてくださったアレクサンダー・ペイン監督の他の作品もぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。では曲をもう一曲かけて、その後もう一作品紹介してまいります。はい、大丈夫かな。はい、曲はザ・ビューティフルガールズでフリーダム。
may not be you and you not me, but between us there are certain similarities. Like I believe in love and the devil will come looking for us when we're wrong someone. Freedom is ours to hold. It's just a struggle in your mind to keep your soul, keep your soul. And it's so, yes, it's so. It's just a struggle in your mind to keep your soul. How long you're down depends on how you rise. Life has a meaning, so open your eyes. The seeds that we speed into life to be trees will soon become fallen if their roots aren't deep. Freedom is ours to hold. Just a struggle in your mind to keep your soul, keep your soul. And it's old, yes, it's old. Just a struggle in your mind to keep your soul. ザ・ビューティフリーガールズでフリーダムでした。はい、そしてもう一本宮崎さんご紹介お願いいたします。はい、最後が、6月28日公開、はい、ルックバック、うん、はい、もうご存知の方も多いかと思うんですが、うん、チェンソーマンなどで知られる藤本タツキ先生が、うん、2021年にジャンププラスで、掲載した同名コミックを、劇場アニメ化した作品になっておりまして、うん、監督は、エヴァンゲリオン新劇場版派、仮暮らしのアリエッティ、風立ちぬなど、うん、数多くのこう劇場の大作で、うん、こう主要スタッフとして携わってきた、はい、押山清隆さん、うん、でキャストにはこう最近だとこう不適切にも程があるとか、はい、ドラマねで、はい、こうは注目された、はい、川合優美さん、うん、はい、それから吉田瑞希さんが、うん、声優として、はい、出演しております。ルックバックご存知でした？知らなかったです。チェンソーマンは、うん、タイトルぐらい聞いたこと。金井さん漫画は読まれるんですか？いや、読む、多分偏ってるかもしれないですね。結構あの少女コミックだまあけどそのチェンソーマンの作者の方の作品なんですけど、チェンソーマンは本当にあの主人公がなんかもうチェーンソーみたいな顔と手になって悪魔と戦うっていう話なんですけど、このルックバックはもう完全にそういうファンタジーじゃなくて、もう本当に現実の人間ドラマだから、そのチェンソーマンとはまた違ったこう魅力にあふれる
その原作のコミックが2021年にそのジャンププラスっていうあのジャンプの携帯アプリで、うん、あの連載というか読み切りで、あの公開されて、うん、それを、劇場アニメ化した作品なんですけど、うん、僕もともとその2021年の時に読んでて、あ、そうなんですか、でその携帯アプリで、でめちゃくちゃ良くて、で今回この劇場アニメとして見たら、はい、まあそのやっぱりそのアニメーションと、まあその声優さんの声だったり、はい、こういう音が加わることでまた新たな魅力がこう生み出されていたなと思って、ちょっとぜひ今日紹介したいなと思っていまして、あらすじからご紹介いたします。学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野、クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、ある日の学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生京本の4コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚愕する。以来脇目も振らずひたすら漫画を描き続けた藤野だったが、一向に縮まらない京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまう。しかし小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、そこで初めて対面した京本からずっとファンだったと告げられる。漫画を描くことを諦めるきっかけとなった京本と今度は一緒に漫画を描き始めた藤野、二人の少女をつないだのは漫画へのひたむきな思いだった。しかしある日すべてを打ち砕く事件が起きるといったあらすじなので、あの小学4年生の女の子がこう学校の新聞で4コマ漫画描いてたんですけど、ある日その不登校の同級生が描いた4コマの画力が高すぎて負けてたまるか、でもう必死に絵の勉強をするんですけど、なかなかこう差が縮まらなくて一旦諦めちゃうんですけど、その出会った京本にファンですって言われたことでこうまた再燃して一緒に漫画を作っていこうっていう、なんかこう漫画好きな方なら通じると思うんですけど、バクマンっていう過去にジャンプでやってた漫画とも通ずる、なんかそういう熱いものが感じられる作品かなと思うんですけど、まあそれだけじゃ終わらない、こう最後のあらすじ部分にあったこう全てを打ち砕く事件が起きるっていう、まあそこでまたこう展開が変わっていく話なんですけど、まあすごい話題作ですし、当時2021年のその漫画掲載時も話題になったし、今回のアニメーションでまあ、あの注目してる方もたくさんいると思いますし、こういろいろな紹介のされ方すると思うんですけど、僕はあえてこの映画をこう、ぜひ親子で見てほしいなと思っていまして、あんまり多分そういう紹介する人いないのかなと思うんですけど、その僕が2021年にジャンププラスでこうスマホのこの小さい画面で読んだ時はなんかそこまで頭回らなかったんですけど、今回この劇場アニメとして見た時に、なんかその親子で見ることに価値があるんじゃないかなってすごい思ったんですね。でというのもその登場人物がまあ小4の段階から物語が始まるので、まあお子様が小4だったり、まあそれ以上のまあ小学校高学年だったり中学生だったり高校生だったら、なんか違和感なく見られるんじゃないかなというか、やっぱりなんか自分が子供時代に見てたドラマとかを思い返すと、やっぱり学生ものとかやっぱり当事者意識があるもの、だから土曜9時の日テレのドラマとかすごい見てたなってなんか振り返ると思うんですけど、それってやっぱり学園ものが多かったなっていう当時の自分の感覚を思い出すと、やっぱり小4以降だったら自分と重なるし、これから自分が歩む中学とか高校っていうイメージを働かせながら見られると思うんですよ。劇中もその小4から小学校卒業、中学高校社会人っていうとこまで行くので、だから子供だとしてもこれから自分が歩んでいくこう中学生になった時の自分だったり高校生になった時の自分をこうイメージしながら見られると思うから、多分子供でも見られると思いますし、何でしょう、そのまあ漫画家を目指していく2人の姿を見ていく中で、やっぱりこう打ち込めるもの、自分が情熱を注げられるものがあることの価値
っていうのをなんか親目線からしたらやっぱり子供に見せたいと思う、うんうんうん、と思うんですよ、うんうん、何かこう自分が打ち込めることがこう早い段階から見つけられていることの価値っていうものだったり、そういった夢を追いかけていく中でのなんかこう選択、うん、何を選んで何を選ばないとか、はい、その果てに何を得て何を失うのかとか、本当になんか人生の酸いも甘いも詰まってるというか、だから仮にそのまあ小4の子供に見せたとして、でまあ序盤は小学校自分と同じ年齢層の子供たちの描写だから、こう自分と同じ人たちだと思って見られると思うんですけど、だんだん進んでいく中でもしかしたら理解が及ばなかったりもするかもしれないけれど、これから年齢を重ねていく中で、あの時ルックバックで見たこれはこういうことだったんだって、多分こう自分が小5小6中学生高校生になっていく中でこう腑に落ちたり、こう理解が深まっていく部分も絶対出てくると思いますし、だからなんていうんですかね、だからこう自分が小学校だった時に、なんかドラえもんとかの映画とか見てたじゃないですか、はいはい、そういうのをやっぱり大人になった時にやっぱりあれをあの時見てたから、なんか気づいていなかったけど、なんかこういう部分をどっかでこう受け取ってなんか生かしてたなとかってあるじゃないですか、ありますね。それがこの作品起こり得るなって見ててすごい思って、はい、だから小4、まあ小低学ではもしかしたらまだ早いのかもしれないんですけど、ぜひ小4より上のお子様がいるご家庭の方には親子で僕はあえてこの作品見てほしいなと思いますし、そういうなんかまあその後半のちょっとそういうさっきのあらすじにあったその衝撃的な出来事がちょっとショッキングな描写でもあるので、そこだけちょっと見極めてほしいんですけど、見極め方があるんですよ、この、うんうん、そうなんですね、ジャンププラスで今も読めるんですよ、はい、はいはいはい、あの無料で、うんうんうん、あ無料で原作を、はい、なのでちょっとお子様と見に行くかどうか、うんうんうん、今考えている方は、うんうん、ぜひジャンププラスの僕集英社の手先じゃないんですけど、はい、ジャンププラス、うんうんうん、あの無料で漫画読めるので、はい、無料でダウンロードしてもらって、うんうん、ルックバックって検索してもらえれば、うんうんうん、今でもあの3年、うん、2、3年経ってますけど、はい、今でも無料で読めるコンテンツにルックバック入ってるので、はい、その原作の方を読んでみて、あ、これなら自分の子供に見せても大丈夫、むしろなんかいいって思えるんだったら、ぜひルックバック親子で見てほしいなって。だ僕もし本当に自分に子供がいて、まあ、小4小5小6の年齢だったらすごい一緒に見に行きたいなって思いますし、本当ですか、見てどう感じたとか聞いてみたいなって思いますし、まあ、仮に今ちょっと消防車の音が今してますけど大丈夫ですかね、まあ、今そんなピンと来てなくても、はい、こう1年後、2年後、うん、数年後にこう、うん、またルックバックの、うん、また一緒に見返してもいいかもしれないですし、うん、なんかそういったなんか親子で見ることのいろんな楽しみを得られる作品なんじゃないかなと、うん、でもちろん大人が見ても十分楽しめるし、はい、うん、何でしょう、こう10代の物語ですけど、ね、大人が見ることですごい戒められるというか、うん、なんかあの頃の情熱を思い出して今の自分頑張ろうとも思える作品でもあるので、うん、まあ、ここでは僕親子向けの映画として紹介しましたけど、うんうん、はい、もちろんその別に親子じゃなくて、うん、大人が一人で行ってもとても胸打たれる作品になっているので、うん、ぜひルックバック、はい、見ていただきたいですし、原作の方を、うん、まあ、チェックしてみます。だ僕原作の内容、ね、だあらすじというか、はい、ストーリー展開分かってた上でも今回、うん、まあ、2、3年経ってたから、はい、っていうのもあるんですけど、楽しめましたね今回この作品見て。原作もちょっと要チェックですね。そうですね、うん、なのでぜひちょっと親子で見に行っていただければと思います、はい、うん、はい、ありがとうございます。ルックバックは6月28日公開ですかね、はい、渋谷はヒューマントラストシネマ渋谷、他全国の劇場で公開になります。ぜひ皆さん、原作と合わせてチェックしてみてください。ありがとうございます。
ちょっと原作これ読んでみたいですね。いやー、うん、面白いですね。あ、本当ですか。またチェーンソーマンと全く趣が違うので、あ、そうなんですね。全然悪魔なんて出てこないですし、はい、ちょっと楽しみです。ありがとうございます。今日は3作品紹介していただきました、はい。現在公開中、はい、ワンライ フ, ライフ、それから、ホールドオーバーズ、はい、そしてルックバックですね。そうですね、6月28日、はい、金曜日公開、はい、ルックバックの3作ですね。はい、ちょっとどれも良さそうですね。そしてさっきあの曲中にあの私気になって、アンソニー・ホプキンス、はい、年齢、はいはい、調べたら86歳なんですね。あ、すごい。それでこの演技してるってとんでもないですね。ねえ、まあそのね、撮った時は少し前だとしても、はいはいはい、もうねえ、86歳で体力というか、そうですね、ねえ、もうないと、すごいですよね。もうマーティン・スコセッシも、うんうんうん、ロバート・デ・ニーロも80、はい、81とかなんで、あの世代がみんなもう80代ですよね。もうすごいですよね。なんかこう80過ぎてもね、精力的に作品を撮ったり出演されたりっていうね。そうですね。僕もちょうど一昨日あの、はい、マッドマックスフリオサ見てきて、ジョージ・ミラーも相当おじいちゃんですよね。いくつなんですかね。いくつだろう。ちょっと分かんないですけど、はいはいはい、けど、はい、全然熱量変わらず、マッドマックスやってたんで、すごいすごいですね。マッドマックスフィリオサちょっと見るか悩んでる方は、ぜひあの一個前 の,、はい、あの怒りのデスロードを見返した直後に見た方が多分高まると思うので、こう自分のねテンションを ね高めていって。僕も2000あれが2015年とかでしたっけ、はい、怒りのデスロードで当時見て以来だったから記憶がおぼろげだったんですけど、はいはい、やっぱこう上映前に見返してたらやっぱ、見返してから行かれたんですね。そうですね、うん、その方がよりこう響いたので、あのフィリオサ見るか悩んでる方ぜひ見返してから行っていただければ。まだ公開してますよね。まだやってますね、はい、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。まだちょっと宮崎さん、あと3分ぐらいありますよ。金井さんなんか最近見られました？最近、あ、黒沢清監督の、蛇の道、はい、柴崎浩さん、ね、柴崎浩さん、はい、柴崎浩さんの姿が良かったですね。なんかこう所作というか、姿が、フランスの女優さんかなってこう出てきた時思わせるような感じでしたね。あとはもう本当に作品通して黒沢清監督のなんていうんですかね、もうなんか楽しくて作ってんだなみたいなのがもうあの始終伝わってくるような、その作品のね、あの怖さみたいなところとは別で、なんかこう役者さんたちも本当面白がってるんだろうなきっとっていうのがこうにじみ出てる来てしまってるような作品だなって思いながら見ましたけどね。僕まだ見れてなくて、はい、というのもその、はい、今回リメイクじゃないセルフリメイクじゃないですか、うんうんうん、はい、昔同名タイトルで、はい、相川翔さんとか香川照之さんが出てるのを今回セルフリメイクしてるんですよね、はい、うん、はい、だあっちを見返した上で見た方がなんかいいのかなと思ってまだ見に行けてないんですよね、うんうんうん、ぜひぜひ、いろいろな見方ができると思いますけどね、うんうんうん、なんかこう監督の本当にもうここはこういう感じできっとなんかこう面白がらせようというか、監督ご自身が面白がってあこんな風に作ってるんだろうなっていうのが始終なんかこうあちこちでなんかあのそうですね、見て見ながらこう痛くなって体があちこちこう痛くなるような作品ですけども、面白い痛さですけどね、なんかこうぜひ興味のある人は、黒沢清監督好きな人はあの楽しめるんじゃないかなとは思います。楽しみです。今後あれですよね、菅、はい、田将暉君主演の黒沢清監督新作も控えてますよね、うん、今年ちょっと楽しみです。ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください。
はい、残り時間も少なくなってきましたね。はい、この放送は YouTube でもご覧いただけます。 YouTube で渋谷クロス FM とぜひ検索してみてください。宮崎さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回の放送は7月の28日です。来月もまた第4日曜日の、午後1時から、こちらぜひまたチェックしていただいてお会いしましょう。また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。